まもなく新木場行き発車します。キャー逃げろ。キャー前に見た夢と一緒なのよ。どうなってるのよ。緊急速報です。都内で相次いで発見されているゾンビの目撃情報ですが、今も増え続けている状況です。目撃した場合は絶対に近づかないでください。これは大変なことになったのよ。皆さん乗務員室に避難してください。五十嵐行くよ。お邪魔よ邪魔よ。危ないのよ。早く逃げるのよ。はい、ママ行くよ。もしあの夢が現実になったら、ここで助けが来るのを待ちましょう。いったー。あんた噛まれたんじゃないでしょうね。いや違うと思います。ここから出ていきなさい。客層としても無駄よ。ここでゾンビになられたらみんなおしまいよ。その人は噛まれてないのよ。え、俺がさっき噛まれそうになったところを助けたのよ。じゃあその傷は何なのよ。多分逃げる時に何かにぶつかってしまって。だとしてもこんな状況よ、傷口から感染してるかもしれないわよ。それは私出ていきます。え、当然よ。みんな怖いですよね、こんなめちゃくちゃな世界になって。皆さんに一つだけお願いしてもいいですか。うん、ソウスケをどうかよろしくお願いします。うん、はいはい。ママ、ソウスケ大好き。ママ ママに会えた。ママは天国で見守ってるわよ。ママは天国なんかにいない。絶対行けてまた会うんだ。期待するだけ損よ。このままじゃ夢と同じなのよ。確かこの後はここの扉が壊れてゾンビが入ってくる。扉が壊れそうです。離れてください。キャー足が動かない。お姉ちゃん危ない。もう無理かも。なんて言ってられるか。あのお姉ちゃん夢よりはるかに強いのよ。私がいる限り誰も死なせねえよ。こっちも片付いたぜ。こいつらなら大丈夫そうだな。ないよ。どうした。ママにもらったお守りがない。どこで落としたかわかるか。逃げてきた時に落としたのかも。じゃあ取りに行こっか。ゾンビの大群に自分から突っ込んでいくつもりかい。ソウスケの大事なもんなんだろ。うん、大事なもんは意地でも手放すんじゃねえぞ。うん、行くぞ。シャー。うん、いやー。駅員さん、しっかりして。すいません。さあ、ソウスケのお守りはどこかな。うぅ、おや、あのカラフルなやつじゃねえのか。あ、ママがくれたお守りだ。ソウスケ、ちょっと待て。え、ソウスケくん。いやー、すぐやおじさん。こんな世界になったら俺みたいなやつが必要なのよ。カッコつけんなよ。バカ野郎。横山さん、これ持ってみんなで逃げるのよ。うん、これで未来がちょっとは変わったかな。The end of the world. 救助はまだ来ないのかい。もう少しかかりそうですね。ちょっと腹が減ってきたわ。運転席の方に非常食があったと思うんですが、今行くのは危険すぎます。さっきみたいに行ってきてちょうだいよ。何もやってない、お前が行けよ。シューン。ソウスケも腹減ってるだろうし、俺らで行ってくるか。だね。橋爪さんはソウスケ君と待っててくれますか。分かったわ。お腹空いた。もうちょっと我慢しなさい。ん、怖いよ。まずい、ゾンビがよじ登ってきたわ。今よ、こいつを殺すのよ。無理だよ。そこのナイフで頭を刺すのよ。無理だよ。あんたはママのためにも必死で自分を守るのよ。できたじゃない。おばさん、気が。さっき押さえる時に噛まれたのよ。おばさん。あんたは強い子よ。これからも生きて生きて生き続けるのよ。おばさん。遅くなってすまない。まもなくヘリが到着する。了解しました。乗客は何名だ。現在3名です。了解した。よく頑張ったな。はい、皆さんヘリが到着しますよ。よかった、助かったな。今分かっていることは、ゾンビに噛まれたら1分以内にゾンビ化してしまうということです。じゃあママはもう。ママは帰ってくる。帰ってくると思えば帰ってくんだよ。諦めちゃダメだ。まだ可能性はある。ただあのゾンビだらけの車内で一人で生き残るのは不可能かと。不可能なんて言葉ねえんだよ。あんたたちが信じてあげなきゃダメだろ。そうですね。あれは2号機です。生存者がいたら乗っているはずです。ママ。
2号機到着しました。お疲れ様です。生存者は？あれはママ。サスケ。ママサスケ、ごめんねごめんねごめんね、サスケ寂しかったよね。みんながいてくれたもん。僕を助けてくれたおじさんとおばさんもいたんだもん。みんな僕の友達だよ。皆さんありがとうございました。よくご無事で、優しいゾンビが助けてくれたんです。とにかく生きててくれてよかったです。うん、じゃあソウスケ行こっか。うん、ソウスケ、大事なもんは意地でも手放すなよ。うん、ソウスケ、何があっても諦めんなよ。うん、バイバーイ。クソが、二度寝したらまたゾ